花言葉は象徴的な意味を持たせるため植物に与えられる言葉で一般にバラの花言葉は愛情のように植物と単語の組み合わせで示される。日本では主に西欧起源のものを書くとして様々なバリエーションがあり、花をつけるものだけでなく草や樹木、キノコにも花言葉が考えられている。話とも表記される。 ビクトリア朝のガカウォーターハウスによるバラの心植物に象徴的な意味を担わせる伝統は世界の多くの文化が持っているが現在行われているような花言葉の観光はとりわけ19世紀の西欧社会で盛んになったその起源については不明な点が多いがフランスの貴族社会では19世紀初頭には草花を擬人化した鹿襲が人気を博し 草花と特定の意味の組み合わせ例を示した手書きの試作ノートが貴族サークル内で回覧されていた。そうしたノートは草花の性質にこと寄せて恋人の美しさを称賛したり、あるいは不実や裏切りを非難するといった恋愛の駆け引きのために参照されたとも言われる。1819年頃に出版されたシャルロットド・ラトゥール・花言葉は、 こうした流行を背景に登場した最初期の花言葉辞典である。ラトゥールは独自の花言葉を270兆のリストにまとめているが、その命名手法の特徴は大きく2つに分けられる。第一は、その植物の外形や香り、色、生態といった植物の性質、特徴を言葉で表現しようとする観察重視の姿勢。例えばブラックベリーについて、 自らの観察をもとに、人目を避けるように生え、ひとたび口に含むと苦さだけが残るとまとめた上で、花言葉を嫉妬と名付けるような手法がその例である。第2は、西欧社会で草花が積み重ねてきた文化史的伝統を一つの単語に凝縮して形容しようとする文化史重視の姿勢である。例えば古代ギリシアの伝統を参照しながら、 月桂樹に栄光の花言葉を当てたり、聖書の記述を引いて、オリーブの花言葉は平和などとする。ラトゥールの著作においては、花の中でもバラに重要な位置が与えられているが、これも文化史的伝統を重視した結果とみなされている。バラは、花の中の花と称されるほど、西欧文化において重視されてきた花の一つで、伝承や神話がとりわけ豊富だからである。 西洋の伝統において赤いバラは勝ち誇り人愛欲を象徴する一方で日本における桜のように現世の移ろいやすさを象徴するとして様々な図像表現に登場したまた病室に白いバラを持参することを忌避するといったバラにまつわる俗心、観光も少なくないこうした伝統の豊富さからラトゥールはほぼ一章をバラの記述に割いて色の違いのほか バラの花束、一輪のみのバラといった飾り方の違いごとに様々な花言葉を考案している。こうしたラトゥールの命名スタイルは後に続く数多くの花言葉辞典の踏襲するところとなり、彼女の本自体もフランス以外でたびたび版を重ねた。社会の各層に庭園文化が浸透していたビクトリア朝のイギリスでも、 様々な花言葉辞典が出版されるが、中でも著名な絵本画家、ケイト・グリーナウェイが表した、差し入りの辞典は大きな評判を呼び、花言葉という観光の普及に大きく寄与したとされる。欧米では、ラトゥールやグリーナウェイの考えた花言葉を基本的な輪郭としつつ、現在でも新しい花言葉の考案が続けられている。花言葉を利用して、 草花を楽しむ習慣が日本に輸入されたのは明治初期とされる。当初は輸入された花言葉をそのまま使っていたが、その後、日本独自の花言葉も盛んに提案されるようになった。また、園芸産業の広がりとともに、花言葉は花器類の販売促進のため様々に活用が試みられている。日本独自の新品種が開発された際に、 開発者自身が花言葉を命名しているほか、生産者が新しい花言葉を消費者から募集、命名したり、販売会社が独自に命名するといったケースがある。現在、花言葉を公式に認定する機関は存在しない。上述の通り、花言葉は様々な組み合わせが考案されている。ここでは、ラトゥールとグリーナウェイの花言葉辞典で共通して紹介されている。 組み合わせの一部を掲げる日本の花言葉の例ありがとうございます。